こんにちは、ナレーターのゆいです。あなたは友達として仲のいい女性を好きになってしまったことがありますか？一緒に仲良くしているうちにいつの間にか気になる存在になっていたなんてことありませんか？そんな時、仲がいいほど今の関係を壊すのが怖くなったり、どうやったら異性として意識してもらえるのかわからないこともあります。自分の気持ちに気づいた途端にどう接すればいいかわからなくなる方もいるでしょう。男友達から恋人に昇格することは可能なのでしょうか？男友達は異性として意識してもらえないの？まず、はじめに友達として気の置けない間柄になってしまうと、女性側はあなたのことを男性として意識しなくなってしまいます。特に何でも言い合えるいい友達であればあるほど、女性にとっては大切な友達というポジションが決まってしまうので、恋愛対象として見てもらえるようになるにはかなりの時間と努力が必要です。いくら仲が良くても男友達と彼氏は全く違います。少しずつ異性として意識していってもらい、女性、男性として距離を縮めていく必要があります。いくら好きだからといって突然告白しても絶対にうまくはいきません。相手をびっくりさせてしまうだけでなく、今までせっかく仲良くしてきた関係性までも壊してしまうことになりかねません。だからといって諦めるのはまだ早いです。友達から恋人へ昇格したからこそ、飾らない自分を自然に受け入れてもらえたり、何でも相談できたりするメリットもあるのですから。まずは恋人候補と男友達の違いは何なのか考えてみましょう。女性にとっての恋愛対象の男性とは、1、キスできる？女性は好きな相手としかキスできないのです。キスしたいと思える男性が女性にとっての恋愛対象なのです。2、ドキドキする。相手の男性と会ったり話したり考えたりすると、ドキドキするのかどうかも相手のことを好きなのかどうかを判断する目安になります。男友達にはドキドキしたりしないのです。3、女性として扱ってほしい。あなたが女友達を好きになって男として意識してもらいたいと思うのと同じように、女性も恋をすれば相手に女性として扱ってほしいと思います。会う時の服装がおしゃれになったり、どんどん可愛くなります。男友達の前ではそういう素振りは見せないでしょう。4、尽くせるか。歌の歌詞にもありますが、相手のために何かをしたいと思うことが好きだという気持ちです。彼氏のために尽くしてあげたいと考える女性は多いと思いますが、男友達のためには人として親切にすることはあっても、そこまで一生懸命に何かしてあげようとはしません。甘えたり頼ったりする。女性は男性に甘えたり、頼ったりしたいと考えています。普段恥ずかしくて甘えられない女性も、好きな人の前ではつい安心して甘えてしまいます。普段男友達には見せないような可愛い姿を恋人の前では見せるものなのです。6、嫉妬する。好きになると相手を独占したい欲求から、他の女性と仲良くしているとそのことに嫉妬します。また、男性の友達同士に対してでも自分を一番に考えてほしいという気持ちから嫉妬する場合すらあります。男友達の場合は誰と仲良くしてても嫉妬はしないものなのです。では、どうやったら男友達から恋人候補に昇格できるのでしょう。恋愛対象として意識してもらうための方法。1、何でも話し合う。相談し合おう。友達として信頼関係がすでにできていることを生かして、
何でも話せる関係になりましょう。時にはシリアスな相談事をお互いにし合ったりするうちに、相手の良さに気がつくこともあります。女性が寂しそうな時に励ましたり、なだめてあげるのもいいと思います。いつでも君の味方だよ、というポジションをまず確保しましょう。女友達以上に頼りになる存在になり、あなたが必要不可欠な存在となった時には、あなたなしではいられなくなるかもしれません。2、秘密を共有する。相談し合ったりすることで、誰にも言っていない秘密を打ち明けたりすることもあると思います。ぜひ、〇〇ちゃんだから話すんだけど、誰にも言わないでね、などと言って、プライベートな秘密や悩みを話してみましょう。信頼できる相手だと思っていることを相手に伝えることで、自分だけに話してくれたということは、特別な相手だと思っているのかな、と相手に思ってもらえるかもしれません。彼女の方からも秘密を話してくれるようになれば、相手もあなたを信用して頼ってきてくれているということです。先にも話しましたが、女性は男性として意識している相手にしか甘えたり頼ったりしません。秘密を共有することで、お互いが特別な関係だと意識するきっかけを作ることができるのです。3、二人だけになれる時間を増やす。いつも仲間同士でワイワイしているだけでは、お互いの距離は縮まりません。集まりの席では、隣の席をキープしたり、帰り道に並んで歩いたり、まずは二人で話す機会を増やしましょう。そばにいることが自然になってきたら、LINE などの SNS を使って、まめに連絡を取り合い、相手があなたから連絡がないと寂しく感じるようになるといいと思います。さらに一歩進んで買い物に付き合ってもらったり、何かのお礼に食事をご馳走したりして、徐々に二人で会う機会を増やしましょう。その時、みんなといる時よりも男らしさや優しさをアピールして、男性として意識してもらえるようにしましょう。4、自分の行為をさりげなくアピールしてみる。〇〇ちゃんが一番の理解者だと思うから、とか、〇〇ちゃんみたいな彼女が欲しいな、などと好意を持っていることを伝えましょう。二人きりになれることがあったり、信頼関係ができても実際に好意を持ってくれるかどうかはわかりません。人から好意を持たれて初めて相手を意識する場合や、自分が相手に惹かれているのかどうか気づいていない場合もあるのです。そんな時、男性が好意を示してくれることで、自分にとって相手がどんな存在なのかを意識する女性も、友達同士の場合は重々にしてあるのです。お互いが近いからこそ見えない気持ちもあるということなのでしょう。5、特別扱いする。好意をアピールするのと同じように、相手を特別扱いするのも、さりげなく好意を伝える方法です。女性は特別が大好きです。他のみんなと違う扱いを受けると、特別な存在になれるので、機嫌が良くなります。相手にだけ優しくしたり、他の女性にはしないことをしたり、髪切ったんだね、その方が似合うよ、とか、その服〇〇ちゃんらしくていいね、とか、変化に気づいて褒めてあげてください。気にかけてくれる気遣いのできる男性が女性は好きです。他の男友達がやっていないことをして差をつけることで、異性として意識してもらえるし、好感度も上がります。それを繰り返すことで恋愛対象として見てもらえるようになるのです。告白のタイミング。相手に男友達としてではなく、男性として意識してもらえるようになったら、あとは告白です。距離を縮めるきっかけだけ作っても、告白しなければ気持ちは通じません。女性もどっちつかずの状態に戸惑ってしまうかもしれません。お互いもこちらを意識してきたなぁと感じたら、素早いタイミングで告白しましょう。
チャンスを逃すと、いつまで経っても友達のままになってしまい、なかったことにもなりかねません。女性があなたに対して毎日連絡をくれたり、女性の方からもお誘いがあったり、恋愛トークなどをしてきたら、告白を待っているサインだと思いましょう。告白は友達からの昇格だからこそ、曖昧な言葉ではなく、直接相手の顔を見て、ストレートな気持ちを伝えましょう。曖昧な告白は断られる確率が高いです。女性は初めてのことや特別なイベントにこだわりを持ちます。男らしく好きだという気持ちを伝えましょう。まとめ。友達から昇格した恋人は意外に多いです。時間をかけて作った信頼関係は、生涯を共にする相手として、結婚にまで発展する場合も少なくありません。周りの友達からも応援してもらいやすいですし、みんなから祝福してもらえます。もともとお互いを知っていたことで、自然体で接することもできますし、一緒にいてお互いにリラックスできるはずです。友達としてスタートすることで、相手のいいところも悪いところも知った上でお付き合いができるので、普通の恋愛のように相手に嫌われることを恐れて、普通の自分が出せないなんてこともありません。だからこそ、友達から恋人になったケースは長続きするというデータもあるのです。断られたら気まずくなるんじゃないかと心配している男性もいるかもしれませんが、もし相手との関係が本当にいい友達関係なら、また友達としていい関係を続けていくことも可能だと思います。そのためにも、あなたをよく知ってもらい、何でも話せるいい関係を築きましょう。中には、一度断られたのに諦めきれずに思い続けて、ついには男友達から恋人になれる人もいるのですから、簡単に諦めずに努力してみてくださいね。